パリと比較したいからさ、普通は逆の順番なんだけど、どう考えたってやっぱりのがええで、まあそのあそこほどじゃないよ、ブラボーステーキ、え、何ブラボーステーキ、あ、うちにそうしないわ。じゃああのほれビッグボーイの迎えに作っとった謎のどこのビッグボーイ、松本の、あ、うち全然そうがないしね、ん、あ、そんな店があったかもしれない、え、あれそこの話しとったっけ、タッチやったっけ、あ、違うんじゃないかな、松本のビッグボーイは分かるけど、その向かいになんか作ってたっていうのは初めて、ええ、松本のビッグボーイの真向かいにピソリーノがあったやん、俺が働いとった、あれが潰れて鎌倉パスタになって、うん、で、その後、一時期あのステーキ屋さんになっとって、あー、知らなかった、それがひどかった、あれは、あ、あ、そうか、ケンちゃんが話しとったやったっけ、そうそうそう、あそこに当たったんすかって言われて、ほんまに分からんと。なんであれであのいけると思ったのかが本当に謎やって、かきしよ、まあそこよりはいきなりステーキの方がいい、いやビッグボーイの真向かいに全然聞いたことないブラボーステーキっていう、なんかあのジャパン分かる、あの関西に多いあのディスカウントショップの、あ、分かんない、天理とか大阪の方にいっぱいあっているジャパンっていう、あのそこの、 あの看板のおっちゃんみたいな人が書かれとって、いかがわしいおっちゃんが、なんか関西っぽいノリのね、ジャパンのな看板はな、まあもうあの関西の人に言ったら一発で分かる、ああジャパンとな、え、嘘、あれ全国ちゃうの、ジャパンやでってジャパンって言っとるやんって、アホって、ジャパンって言いながらあれめちゃくちゃ関西ローカルやもんって、7までしかないって、名張にすらないって、あれは意外と、あの大阪の人はジャパンって名前からもう絶対全国区やと思われてる、あ、出たトヨタ暴食、そうなんだよ、怪しいステーキ屋さんができた、ビッグボーイの真向かいに作ってくるやん、よっぽど喧嘩売りにとるやん、え、何年持ったの、2年、あ、2年もなんとか持っとったけど、お客さんは全く入ってなかった、ね、郵便局の時に、まあ、タペシで入ってみた、課長と言ったんやな、あれ課長と言った、あの店ってどうなんやってなって、食いに行くぞってな、食いに行っちゃって、久しぶりに思った、この体勢でどうしてビッグボーイの真向かいに作ったって、単価は2000円以上です、まあまあ取りますよね、まあ、ステーキミヤとか、ミヤまでいかんか、まあ取りますよ、特にサラダバーとかあのがあるわけでもありません、サラダは別売で500円とかです、ライスも大盛り無料とかでもありません、もちろん食べ放題でもありません、スープも別売です、でステーキ200g、150g か 250g ぐらいの肉が切って出されて箸でどうぞっていうスタイル、いや買い手はじゃいいよ、うちはお箸であの気軽に食べれるステーキ屋さんですっていう普通な、コンセプトで売っとってやっとるやったらいいよ、洋風なさ、いかがわしいおっちゃんがさ、シェフの帽子かぶってさ、ステーキハウスってなっとったらさ、みんなこういうイメージで来るやん、それはステーキだもんね、ジュージューって焼けとる肉がさ出てきてさ、それをさこう切って食べるのがステーキの醍醐味やん、入って皿にもらえたさ、焼かれたステーキが出てきてさ、入って箸を出されてもさ、ほんとに、まあステーキ切ってあるんだよね、もうカット済みで、焼き加減が特に選べるでもなく、全部まあミディアムレア、特に聞かれもせず、で肉は国産とかやったら分かるよ、なんかない、普通の安いアメリカ産牛肉って感じの、待って、何も勝てる要素がないよこの店って、ビッグボーイに全て負けてるぞ、肝心の肉がまだビッグボーイよりうまきりゃよかったよ、ビッグボーイの正直うめえよなって、ビッグボーイって最初肉の質がすげえいいわけでもねえじゃん、ぶっちゃけ、まあ、ビッグボーイってなんかどっちかとハンバーグなイメージ、
まあ、ハンバーグでご飯で、あのサラダバーでお腹膨らませてねっていうような感じやん、多少安かろうやから品質で売ってきとんのかなと思ったら、うん、あのビッグボーイの方がぶっちゃけステーキそんな変わらんぞ、うん、この店が語る要素がない、むしろこの店のリピーターで何をリピートしてんのかリピーターいるのって思ったと案の定いなかったみたいで本当だね、機械アートしてるね。サイト病院も新しくなるんだ、行ったことないけど、なんかこのマックスバリができるんだったかな、そう、トヨタ市に初出店ちゃうかな、まあ、トヨタ市なかったもんね、マックスバリは、そう、なんかそのね、うん、トヨタ市が圧力かなんかしたけど、うん、まあ、じゃあそこはあったんだけどね。結構ここに山の子が、ね、山の子が去年入って、おお、山の部屋、あ、いきなりステーキ、これだ、いきなりステーキ、どれが先の、あれか、ちょっと、これか、マジやっぱ、スタバ屋、スタバ屋、まあ、この敷地にできたわけだ、見当たらない、潰れたんじゃね、いやいや、19日オープンです、潰れたんじゃね、オープンです、なんかやらかして潰れたんじゃね、いつ何やらかしてもおかしくない店舗出したからな、もうそこ、今回ベビーフェイスプラネットも撮ってるし、なんか意識高い系ママが集まる店ってイメージ、ベビーフェイスプラネット、笹沢もなんかそんな感じだもんね、ちょっとおっさんが一人フラッと入るのはちょっとドレスコードに引っかかりそうな、なかなか無理やりな動きを U ターンしたから、でサイゼが出てくるってことはそろそろ梅つぼ、店も増えたね。あ、ジョイフルできた。ああ、それは知らなかったな。ジョイフルいいやん。ジョイフルは庶民の味方だよ。そうだね。地元にはあのなんか鈴鹿の名護の方にはあったよね、確か。な、名護にあるし、稲部にもあったやん。ああ、そっか。そう、稲部はよう使ったよ、俺は。だけどその市街地の方じゃないよね。あ、でも野田にあるよ。四日市の野田にもできたから。あそこも重宝してるけど。多分一番使ったのはやっぱ稲部の店、あの稲部で働いとった時は、もう朝の5時とかに食えるところって言ったらもう限られとるやん、うん、稲部なんて、うん、結構混んでたよこれ、ね、特にね、俺が行っとった時期にあのすき家が一揉み騒動あった時あったやん、で大量辞職が出てあの店の運営ができませんって言って、もう稲部の店なんか直撃で閉まっとって、でもうあそこしか食いるところねえからさ、好きやん来たら閉まっとるわって、とりあえず飯って言ってあの店になだれ込んで満席になっとって、ウェイターワンオペで料理提供1時間ぐらいかかるかもってゆっくりしてきて、俺ドリンクバー飲んでもらっとるんでって、どうせもう仕事上がり、俺は仕事上がりやからゆっくりしとるんでっつって、ごめんなーって、しかもあのみんな喫煙席やから、禁煙席そんだけぎゅうぎゅうで、喫煙席もう満席ですって言っとる中、禁煙席ガラッガラっていう、田舎やからみんな吸う、滅亡、どっか食べるかい、中岡そろそろ出てくるんじゃね、俺の記憶は確かなのか、ゲーマーさんが明日中岡あるっつったら、お、出てきた、あれや、うん、もうまだまだ覚えとるな俺この中尾の北川のところに、このアパートに大学の先輩が住んでた、懐かしいな、中尾って本当に来ないね、まだ結構中尾好きな人多い、まあ、この親子丼はうまいって言うけどね、